はい、おはようございます。スズキのカプチーノ、事故で入庫したんですが、タイヤに、何か縁石なのかな、直撃してここへ当たったんですけども、後ろもうくっついちゃってまして、これがですね、反対側と比べるとこんな感じに、まあ隙間がこう2本入んないかな。これが正常なんですが、これちょっとフレームがいっている可能性があるので、まずそこをちょっと調べたいと思います。上げてみたんですけど、久しぶりにすごいものを見ましたね。フレーム、これ修理してあるんですけど、フレームですね、これサブフレームってやつなんですけどね、これはこうコの字になってエンジンを支えてるんですが、これですね、これなんですけども、この元、これ分かりますかね、手が入るぐらい腐ってもぎ取れてます。それでこっち側も、どこかで誰かが溶接したんですね。これね、なんですかね、鉄板を張ったんではなくてね、これ溶接で持ってあるだけなんですよ。ドアアームがですね、押して、まあ、メンバーをこうひん曲げて、腐ってた、錆で腐ってたこうボディごと引きちぎってるんですけども、とりあえずここの部分の修理と、メンバーを交換っていう作業を、まあ、一応予算内に終わるようにということで依頼を受けたので、メンバー交換していこうと思うんですけども、サブフレームにエンジンマウントがですね、ここへ乗っかってるんですが、ここですね、サブフレーム交換するために、フレームを落としてしまうとエンジン落っこっちゃうので、上から吊っとかなきゃいけないんですよね。でエンジンをですね、上から吊っておくために、ここにフックがついてるので、ここへハンガー引っ掛けるんですけども、ここにフェンダーからですねブリッジを作って、ここで吊っておいて、エンジンを下ろすという格好で行くんですが、ちょっとあまり忙しくてまともに丁寧に作ってる暇はないので、ちょっと簡易的にやってみようと思います。材料を切り出してきてですね、だいたいこんな感じになってきますと、これがここへ刺さって、ここへ刺さって、これはこうつくかな、こうついて、あ、やべ、右と左間違えてまあいっか、こうついて、ここの下にこの棒がつくと、とりあえずこれで組み立てれば、簡易的に一応できます。はい、完成しました。だいたい製品のやつがこんな感じなんですけども、まあ、エンジンの幅に応じてこうこれを緩めてね調整するんですが、ちょっと仕事で先に使うので、まあ、とりあえずこれで合わせて、良ければもうこのまますぐ使って色を塗るのどうしようかな、後からしようかなっていう感じですね。これでチョコリッツのエンジンハンガーの製作は以上です。使い方としてはこんな感じですね。ちょっと色やっぱり見栄え悪すぎるので色塗ろうかな。まあそんな滅多に使うもんじゃないんでね、高価なもの本当買う必要ないと思うんですけど、これで作業を進めていこうと思います。まあ一応色は塗ろうかな。ちょっと時間あったんで帰り際に色塗って帰ったんですけども、両端こうやってフェンダーにかけてですね、まあ何かでこうボルトでロックするようにしたんですけど、下はまあちょっと傷つかないようにと思って自転車のグリップとか探したけどなかったんで、タイヤのチューブでとりあえず応急ですね。まあ、ちょっと仕事を進めないといけないんで、純正のこのフックに、まあ、かけたところで
エンジンつるんですけども、製品なんかだとここにラチェットがついてて、こうチェーンを巻き取るのがあったりするんですけど、まあ、そんなものわざわざつけなくてもチェーンかけた状態で下から、エンジン持ち上げてエンジンマウント外して、チェーンを浮かしたところに何か差し込めばいいっていうぐらいなもんなんで、ちょっとそれを今からやってみようと思います。エンジンマウント、ボルト、ナットか外したんで、これでちょっと浮くかどうか。あ、上がりましたね。 OK OK、 こんぐらい上がれば十分です。これ以上上げるとまたなんか余計なところが引っ張っちゃいけないので、これだけ上がれば OK ですね。これで OK ですね。これでエンジンが、1センチ、2センチぐらいかな、浮いた状態になっているので、このまま足回り全部、ここからバラしていこうかと思います。これで一応メンバーについているロアーム、アッパーアーム、ステアリングのギアボックスとこのスタビですね、これが外れて、あとエンジンマウントはもう切ってあるので、サブフレームのボルトが残り8本取れたら、これでスポンと落っこってくると思います。取れた。やっと取れましたね。これ溶接で持って作ってあるだけで、まあ要は腐ってなくなってたんですね。あ、でね、こっち側もまあこんな感じなんですけど、ちょっとね、もう恐ろしすぎてあんまり触れないぐらいすごいですね。ちょっとこう周り少し削ってみましょうかね、どうなってるか。こっちはまあ一から作るようですが、このフレーム、サブフレームはかなり強いんですけども、すんなり曲がって、こんな感じに曲がってるので、ここで折れて、ここが腐ってたんでポロンといってくれたんで、逆にここがちぎれてくれたおかげでフレームがいってないんですよね、あのボディ側のフレーム。だからこれを交換してここを直せば OK ということなんですが、結局ここ腐ってないんで一から作るようですね、ここはね。